どうも。どうも、通らせていただきますよ。そして徐々に近づいてくるあの得体の知れない生き物。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ん、何、早速お小遣い。いや、バナナはいいよ。バナナはいいよ、出発しよう。ほい、それじゃあまたこの4人で決定。あ、で、あれやね、パラガスさんの、そう、顔がね、元に戻ったから、それをちょっと確認しに行きますか。まだまだドヨンとしてるわ。でもあと一人かな、あの陽気なおばちゃんだけよね。あと陽気なのに陽気なはずなのに。はい、パラガスさんの顔が戻ってきた。この人最後でいいんじゃない。はい、ん、なんだなんだ、文句か。あ、顔がくっついた。まったくひどい目にあったよ。君、まあまあやるじゃん。一応お礼を言っておくよ。なんで一応、10ゴールドとか。何、小学生のお小遣いなの。いや、小学生のお小遣いでももっともらえるよ。ん、君まだうろうろしてるのか。なんだ、え、大魔王を追っている。まさかあいつを倒すつもり。もちろん。ぷぷ、まあ頑張ってよ。なんだこいつ、顔ひっぺがすぞまた。嫌なことばっかり言いやがって。はい、それじゃあ、もういける。いけない。こっちから。何あの怪しげなやつ。城の見える高台、めっちゃ怪しげなやつおるよね。前回あの何、こう最初の時って多分ピコ太郎やったよね。あっこ、今回あれ誰になってんだ。町の人の顔集め、これで終わりかな。いやいや、おばちゃんが大変だったね。最後は楽に取り返せるかな。あ、ここで出てくるってことか、おばちゃん。すんごい怪物が出たりして。顔よ、怖いこと言わないでよ。顔と動き、いや、いいよ、いいと思うよ、そういうの。ひーひー、はーはー。お、きたー、はははー、また会ったな。わー、お前程度の相手などこいつで十分だ。何、どいつ、あ、来たー。あら、嫌だ。さて、あれが最小城か。贅沢三昧の王族たちめ、懲らしめてやろう。うははは。あ、でもおばちゃんの顔、このモンスターには合う気がする。そういうところを見てしまう。あ、もうめっちゃ可愛いやん、デビルタコゾネス。どうした可愛い。超絶かわいい。はい、行こう。キャンディーにいいとこ見せたい。いいね。スパパパパパ。よかった。かっこいいよ。ゆうかさん、かっこいいよ。よし、あとはお前だけだな。やっぱ全体攻撃あるの強いよね。お、もう一度行動とかずるいぞ。しかもこっち？マジか。2回連続一緒じゃないのね。ちょっと待って。ありがとう、キュア、サンキュー、マイペース。お、珍しくやる気。いけ。でも結構な確率でやる気出てる気がするけど。うおお、マジか、2回連続の。あ、でもこれそろそろやっつけれないのか。やっつけれないのか。キャンディーさんね、まだちょっと物理攻撃が弱いけんね。あー、体力やばい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 、それ、あー、やばいよ。私が守る、みんなの盾に。あ、よかったよかった、 HP バナナ持っとったよね。オッケーオッケー。ゆうかさん、ゆうかさん、早く早く力を発揮して。お、そして MP やめ。まあね、さっきの特技でだいぶ使ってしまったから。うわ、やばい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 。
田さんがやばいよ。準備に時間かかりすぎたから。あ、でもいいぞいいぞいいぞ。最後のとどめをさせてくれた。ありがたいね。眉毛だけ赤いのおしゃれやね。あ、でもそっか、髪の毛も赤かったんか。無事でよかった。これは自動的に髪の毛と眉毛の色は合うってこと？アイナーレベルアップ。お、サッサーもレベルアップ。ラブコールを覚えた。みんなを夢中にさせる技、自分との好きレベルを一時的にアップさせる。お、お、ボーナス経験値プラス60。超悪魔のおやつゲット、やったね。ちょっと私キャンディーさんに渡そうと思ったのにポチポチしてしまったわ。なんてこったい。キャンディーさんの武器が欲しいな。新たな武器が。あんなね、木の棒じゃね。ダメだからね。おい、それじゃあ、お、なんか話しよる。どうした？昨日はあんまり眠れなかった。なんで？キャンディーの寝言がうるさくて。え、ほんと？ごめんね。良きに計らえってずっと言ってたよ。いい夢だったなぁ。なになに、どんな夢？いつの時代の夢？デューワー。結構気になる。二人は気遣うを覚えた。相手がダメージを受けたら慰める。大丈夫？まあ、キャンディーさんの場合は慰めるだけじゃなくてね、ちゃんと回復技を持ってるから。はい、それじゃあ料理を。さあ、みんなでのお食事を。どうぞ。おお、吹き飛んだ。上悪魔のおやつやったね、今。あゆなは。あ、みんな満足そうやね。よかったよかった。珍しく。はい、そして、お小遣い。あ、みんな武器や。あ、ゆかさんは服か。水玉の装束。どんどん武器も防具もアップしていくよ。イエーイ。さあ、ここで、色味的には、でも今のピンク可愛かった、めっちゃ。これで、いきます。はい、そして、あとはキャンディーさん。ピコピコの杖、これは強くなっているのか。いや、でもね、アップしてるからね。よし、買ってきた。オッケー。もはや杖じゃないけどね。ハンマー。あ、でもリセットさんにめっちゃ似合ってる気がする。よし。しかもこれで魔力までアップするっていう。優れてるわ。はい、それじゃあ、剥がれの剣買えない、お金が足りない。じゃあ、おかしなマイクで。あ、足りんやん。くっ。二人分は足りなかったか。じゃあ、ゲームコーナー、ルーレットで。水玉の装束か。いや、そこはもう、料理かペア旅行券で行こう。よし、来い。黄色以外でお願いします。今、ここでは、あ、ペア旅行券来たかな？あ、違う、HP バナナか？あ、ギリギリ HP バナナや。はい、HP バナナを1本ゲット。まあ、さっきね、さっちゃん1本使ったから、その補充ということで。はい、それじゃあ、出発していきますか。出発。お、盗賊の服、装束を5種類集めよう。達成。いろいろと達成していく。よきよき。そしておばちゃんの顔が元に戻ると、これで最初の街はもう平和に戻っただろう。よし。そしてこの街の平和を守ったということで、私は評価されてお城に入れるはず。これで晴れ渡るんじゃなかろうか。空も捕まえて、その顔を捕まえて。はい、元通り。あーはは、戻った途端に。めっちゃ踊ってるし、おばちゃんに笑顔が戻ったよ。嬉しいね。さて、旅人さん、あんたなかなかやるじゃないか。これおばちゃんの気持ちだよ。おう、上トゲトゲシチューありがとう。奪われた顔をすべて取り戻した。まあ、でもね、トゲトゲした容器に入れん方が多分私も手に持ちやすいかなと思う。あはは、やっぱり顔は大事だね。顔がなくちゃ笑えないもんね。今日も笑顔で、あはは、いいね、陽気だね。もうほら、天気まで良くなったわ。素晴らしき。へい、へい村長さん。町長か。頼りない町長。
あれ、いつの間にか町が元に。よかったよかった。あ、旅人さん、大魔王がお城へ。そんな大変だ、もうおしまいだ。ブルブル。旅人さん、大魔王オヌレスね。もちろん。それではこれを。何？お、蝶々の紹介状をゲット。これでお城に入れます。どうかお気をつけて。もちろん。大魔王アスムが最小城に。ああ、もうおしまいです。ブルブル。いいえ、私がなんとかします。ということで、これでお城に入れる。もともとちょっと紹介してくれてればよかったんだよ。この真面目な兵士に追い返されるからね。この先は最小城です。素性のわからない方は。おや、蝶々の紹介状を持ちでしたか。失礼しました、お通りください。どうも。どうも、通らせていただきますよ。そして徐々に近づいてくる得体の知れない生き物。行くか。宿屋を目指して走れ走れ。この世界ほんとどんだけ宿屋あるんって感じよね。あ、お城が見える。立派なお城だね。王様がいるのかな。最小の王様、会ってみたいな。まあね、ちょっと私は前回見た時にはすごい衝撃的やったけど、思っとった王様と違うって感じだった。どっちにするの、スイッチかゲームか。ゲームでいきます、私は。ひいひい、はあはあ。お、もちろん開けるよね。ゲーム券3枚やったね。やったね。ゲット、なんだかいい匂い。ご飯美味しかった。いつ食べたの、ご飯。前の日のご飯の話ですか。ちょっと待って、あれは要はポケモンとかでいう我慢とかそういう感じなんかな。お、間違えて攻撃。しかし間違えて攻撃は全然いいよ、仲間を攻撃しなければ。あ、やばいやばい。キャンディーさんね、ちょっと体力少なめやけんね、騙されない。スーンって感じだった。お、いいぞいいぞ。ゆうたさんね、攻撃力も強い上に全体攻撃ってすげえ助かる。ジャンプギリ。よし、さあ、あと2体だ。みんなのために歌います。ヒント来いよ。お、いいぞいいぞ。さっちゃんがさっきから全然何やってんだこいつって顔するんやけど。よっしゃー、ゆうかさん強い。いいね、勝ったぞー。そして2人揃ってレベルアップ。ゆうかはレベルアップ、キャンディーもレベルアップ。いいね。そしてみんなに基本的に不評なバンシーの涙。うおー、気合で走ってく。バンシーだらけだな、ここは。アイナにいいとこ見せたい。見せてくださいまし。お、いいぞいいぞ、ポジティブに行こう。お、そうよ、やる気出せ。ジャンプに。よし、順調。おはよう世界。そして間違えて攻撃。これもとどめを刺せるかと思ったのに刺せなかった。キャンディーさんがもらい泣き。いや、いい子なんだな。素直なんだな。お、あと1匹いけ。お、新しい技、カーム。泣きながらみんなを正気に戻す。てか自分ね。自分を正気に戻すね。よっしゃー、ラッキー。はあ、緊張した。大丈夫大丈夫。はい、そして宿屋に到着。助けた人が200人になったので。お、神の力の目覚め。そっか、そういうのあったっけ。
HP ふりかけ増量。 HP ふりかけのサイズが35から40になった。 MP ふりかけ増量。 MP ふりかけのサイズが15から20になった。ほほほ、助けた人々の感謝の気持ちが新たな力を目覚めさせたようだな。これからもどんどん怪物たちをやっつけてミートピアの人々を救ってやってくれ。ちなみに次の目標は250人助けること。頼んだぞ。ほほほ、もちろん。お、好きレベルアップ。ギュワギュワ変わった。結構気になる。2人は褒めるを覚えた。ほら倒したよ。うん、すごいね。嬉しくて上機嫌になっちゃう。いいねいいね。お、なになに。さっちゃんの部屋に行きたいな。お、今度はさっちゃんか。了解です。じゃあアユナと入れ替えようかな。はい、どうぞ。筋トレ中ひたむきな姿勢が成果につながるトレーニングだ。おー、いいねいいねいいね。すごいシンクロ率、気持ちいい。二人の絆が共鳴する。なんやねんこれって感じだけど。おー、スキルレベルアップ。理由はちょっと気になる。二人はアピールを覚えた。いいところを見せたくていつもより頑張る。敵へのダメージアップ。よし、ということで次は料理。さっちゃんがお金欲しがっとったね。はい、お任せで。あ、バンシーの涙どう？二人とも。あ、さっちゃん意外とバンシーの涙いけるんやなるほどね。ほい、そしてじゃあ先にゲームコーナーやっとこうか。じゃないとね、買った後でゲームコーナーで同じやつがあったりとかするけん、じゃあその辺無駄をなくしていこう。恋潮風の消毒。あ、ダメだHP バナナだ。はい、 HP バナナを1本ゲット。はい、そしてお小遣い。じゃあここはキャンディーさんの方を。麦わらの衣、キャンディーさんの方ちょっと強化していかんとね。麦わらの衣を買ってきた。じゃあこれはどれがいいかな。これがいいこれがかわいい。はい、そして青銅の鎧買える。ちゃんと買ってきてね。あー、買ってきた買ってきた。青銅の鎧を買ってきた。 OK、 じゃあこれでこれだなあんまりそんなに差ないけどさ、微妙なラインだけ色ついてるみたいな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、みんなに強化をしつつ、次はいよいよお城の中ってことかな。あ、その前にあれか、ピコ太郎的な、あいつが誰なんだろうか